では保育士に抗原検査をしてもらうなど対策をとっていますが、家族の感染で出勤できない事態もあるといいます。とにかくみんなでやり取りしないと、とにかく園は休むわけにいかないんで、親もみんな困ってしまうんで、みんなとにかく社会が止まらないように園は頑張っております。これから迎える卒業シーズン。